静岡大学と浜松医科大学の統合再編について議論する会議が開かれ、出席した委員からは厳しい意見も出されました。協議会は静岡市と静岡大学が初めて開き、市や大学の関係者、有識者などが出席しました。静岡大学と浜松医科大学は法人を一つに統合した上で、静岡地区の大学と浜松地区の大学の2つに再編することで合意しています。また学生の受け入れは2022年の4月を予定しています。この両大学間の連携ということも非常に大事な点でして、東と西の連携というのは今後ますます強めていかなければいけない。会議では静岡大学の石井学長が、医学部のある国立大学としてブランド力の強化や産学連携の強化を目指すと説明しました。ただ出席した委員からは、統合の決め方が一方的であまりに拙速、静岡地区の大学のメリットがわからないなどといった厳しい意見も出されました。協議会は今後も複数回開かれる予定で、何らかの形で意見をまとめていきたいとしています。